さあアバン周回3コーナーから4コーナーに向かいます。前で待つのが近畿勢、そして短期の2人が中段に控えて、6番の清水が5番手。さあここは6番清水から動いてまいりますが、4番の鎌田がしきりに後ろを振り返っていますが、残り800を切りまして、さあ6番の清水が上がってまいりました。これで1番の柳原はどうするか。さあインで粘るんでしょうか。前から1番の柳原ちょっと揺さぶりをかけるような感じ。6番の清水が抑えて、あ、亀井のところ無風とはなりません。ここは近畿が競り込んでまいりました。内から粘って1番の柳原に7番の中川です。あとは後方で鎌田と薮がこれを見るような感じ。さあ6番の清水、ここで鎌田が飛び出してまいりました。乗っていくのが5番の薮健二です。さあ4番の鎌田、そして5番の薮とこの2人が出ました。あとは3番手6番の清水が叩かれて、現在は3番手、この後ろは1番の柳原、3番手からここで清水健二がまくってくる。清水のまくり、2番手まで上がってまいりました。逃げる4番の鎌田を捕まえていって、6番の清水が先頭に変わって2番手はさばいて、5番の薮健二、7番の中川、4コーナー回ってくる。先頭6番の清水、番手から5番の薮が並んだか、外は1番の柳原、三者接戦となりました。前は5番の井上君俊です。そして4番の乾が3番手、この後ろにはがりと有馬がついていて、後ろからここで3番のととりき上がってまいりました。まずは関東勢が一本棒を崩して残り800を切りました。ここで関東勢の後ろにはがり、そして有馬が乗り換えていきます。5番の井上はゆっくりと車を下げての5番手、4番の乾に今のところ切り替えはなく、乾は終始この井上ラインの3番手を追走しています。さあ4番手ちょっと2番の有馬がこの井上の動向を警戒するような感じ、少し井上遠回りといったような感じでしょうか。外に車を持ち出しました。前では3番のととりきがペース上げるんですが、外を通ってかましてきたのが5番の井上。さあここは5番の井上のスピードがいいか。1番の深沢ここでドッキング、あとはこの後ろ4番の乾が続いてまいりますが、ただここ3番のととりきと絡むような感じでしょうか。さあできったのは5番の井上、2番手若干車間が空いている。1番の深沢慎介が2番手、3番手には4番の乾翔平です。さあこの3名で決まってまいりますでしょうか。4番手3番のととりきですが、なかなか差が埋まりません。4コーナー回ってきました。先頭は井上、井上先頭で五輪。青番周回の2センターから4コーナーに向かうところ、3番の須藤が前受け、後ろから動いたのが1番の丹波です。さあまずは丹波、そしてこれに合わせるようにして5番の竹山も上がってまいりました。まず中段から先に切りますか。5番の竹山啓太、1番の丹波ちょっとバックを踏むような感じ。3番の須藤は3番手、そして4番の木村が5番手に切り替えて、後ろからここでもう一度中部近畿勢が仕掛けてまいりました。ただ前では5番の竹山もペースを上げてくる。さあここはジャンマエ、丹波、そして5番の竹山、この両者の踏み合いとなりましたでしょうか。内では5番の竹山も突っ張ってまいりました。ただ外を通って1番の丹波、さあ丹波と竹山、この両者の激しい力比べ、もがき合い、前はがっぷり四つ、あとは3番の須藤の後ろを狙って4番の木村がさばきにかかりました。さあ前で5番の竹山が突っ張り切りますが、前はまだ決着がつきません。5番の竹山に1番の丹波康介、さあ内でここで竹山が突っ張り切りました。あとは切り替えて7番の渡辺、自ら踏んでくるか。4コーナーを回ってくる、混戦模様となってきた。さあ抜け出すのは誰だ。2番の石川か、3番の須藤か。青番周回3コーナーから4コーナー、関東勢が後ろから、そして正攻法が6番の岩木です。ここは2分線、後ろから2番の片織が上昇してまいりました。そして6番の岩木が誘導と車間を切るような感じで、残りは 800m。 さあここでまず岩木が突っ張りました。2番の片織が元の位置に5番手です。
さあ前から突っ張って6番車のいわき、2番手は1番の下岡です。そして静岡のマーク陣が3、4番手を追走。金が入るところ、さあここで2番の片織が仕掛けてまいりました。ただ前では6番のいわきもペースアップ。さあここは関東勢、そして6番車のいわきともがき合いとなってまいりますでしょうか。前は6番のいわきも突っ張っていく。そのあとコースまで2番の片織がやってまいりました。残り400を切って1、2コーナー中間地点。さあこのレースも激しいもがき合い、前で6番のいわき、そして2番の片織やり合うんですが、ここで2番の片織が先頭に変わる。おっと1番の下岡はちょっと後退してしまって、下岡は苦しくなりました。飛ばす2番の片織亮太、追走が5番の浦川隆明、3番手は7番の根本関東勢、4コーナーは回ってくる。先頭が2番の片織、片織先頭、片織先頭で五輪。前は2番の伊藤、追走が6番の真原、そして3番手に短期1番の西村がいて、5番の吉田が4番手ゆっくりと車を上げてまいりました。ただ前で2番の伊藤も誘導員と車間を空け始めています。赤番周回に入るところ、さあ前で2番の伊藤が一度突っ張るか、外から強引に関東勢、吉田が抑えました。吉田が抑えたのを見て1番の西村が4番手に切り替えています。これで2番車の伊藤が5番手に車を下げて、前後夫人が入れ替わりました。さあまずは後ろから抑えた5番の吉田、金が入って3コーナー、徐々に吉田がペースに入れてまいりますでしょうか。追走高橋、3番手には3番の田村がいて、4番手1番の西村、そして5番手外を通って、ここで2番車の伊藤がかましていく。ただ後ろは連携が乱れました。短期かましになったのは2番の伊藤です。これで番手にはまるのは5番の吉田なんですが、前と2車身3車身車間が空いておりますでしょうか。先頭は2番の伊藤、これを追いかけるようにして5番の吉田、そして4番の高橋がついている。一本棒で最終バックを通過いたしました。逃げていくのは2番の伊藤で、迫っていって5番の吉田、4コーナーを回ってくる。先頭は2番の伊藤、伊藤先頭、伊藤先頭で五輪。2着には4番の高橋か。人気の中心は関東両者、その関東勢が前受け、対抗格は6番の日高、日高は現在は5番手。さあその日高からまずレース動かしてまいりました。青番の4コーナーからホームストレッチ、前で待つ3番の伊藤圭太郎、そして6番の日高優太がその外まで上がってまいりました。打掌の周回に入って2コーナーに向かうところで、まずは日高が前を抑えて、今度は岸が上がってくる。さあ一度抑えた6番の日高、ジャン前、ここで主導権は4番の岸、岸がかましてまいりまして主導権を握ってまいりました。金が入って3コーナー、さあ先頭に変わった4番の岸が何度も後ろを振り返っています。3番手キープが6番の日高優太で、一方人気を集めた関東勢は後手に回る苦しい展開か、縦長の展開で最終周回に入りました。ぶっ飛ばしていくのは4番の岸直樹、2番手車間を切っている1番の岸川、3番手からここで6番の日高が先に縦に打ってまいりましたが、さあ6番の日高は現在は厳しくなりましたでしょうか。2番手絶好が1番の岸川、あとは関東勢後ろに回って苦しい展開か。4コーナーは回ってくる。先頭は4番の岸、岸粘る、岸粘って五輪。体型は縦一列、青番周回。さあ3コーナーに向かうところでゆっくり上昇、6番の宮下、確認した1番の新村。さあこの辺りは関東勢と神奈川勢で、さあこの辺り思惑はどうでしょうか。6番の宮下が新村の動向を警戒するような感じ、神奈川勢に蓋をして6番の宮下です。前までは上がりません、したがってまだ誘導は残ったまま。さあその5番の栗山が誘導員と少し車間を切るような感じ、
中段外並走6番の宮下、変わらず1番の新村、その内目。さあ鐘が入って3コーナー、ここでピッチが上がりました。前で5番の栗山が突っ張ってまいりますか。さあまずはここ栗山と宮下の踏み合いになりました。外を通って6番車の宮下一歩がここで先頭に変わる。さあそしてあとは後ろから1番の新村まくってきた。神奈川勢のまくり、3番手2番手まで浮上していく。2番手ブロックを見せて2番車の寺沼、寺沼が援護を見せて、おっと後方落車がありました。さあここで先頭が1番の新村に変わっていく。追走が4番の野白で神奈川勢ができりました。切り替えて2番の寺沼3番手を追走、あとは5番の栗山回ってくる。4コーナーを回ってくる。先頭は1番の新村、新村先頭、新村先頭で五輪2着、外4番の野白と1着は接戦となりました。人気を集めた近畿勢がまずは前受け、中段6番の佐々木がいて7番の広田が現在は5番手。さあ5番手から7番の広田、中部勢が上昇、近畿はどうするか。残り800を切りました。さあ徐々にペースアップ、7番の広田が抑えて1番の谷がここは送り出しての3番手。これで6番の佐々木が現在5番手で4番の関根が最後方です。さあまず後ろから抑えて7番の広田、中部勢が主導権を握っています。鐘が入って3コーナー、3番手うまく車間を切りつつ1番の谷和也が出るタイミングを伺いますか。勝負どころ打ちをついたのが4番の関根健太郎、3番手から1番の谷和也がここで縦に踏んでまいりました。7番広田とここは力比べなんですが、近畿勢が先頭2番手に上がってまいりました。あとは3番手に浮上が4番の関根健太郎、あと後ろから6番の佐々木も縦に踏んでまいりました。さあ逃げる1番の谷和也、番手が5番の佐藤なると襲いかかっていって6番の佐々木が3番手のアウトコースまで上がってまいりました。仕事を見せて5番の佐藤ナルトで4コーナーを回ってくる。先頭は1番の谷先頭で踏ん張ったか。人気を集めたのは関東勢、4番の鈴木に3番の岡田、この両者の折り返し、その関東コンビからまずは動いてまいりました。7番の佐藤はどうでしょう、ここに続いていく模様です。残り800を切りました。前では6番の松坂がペースアップ一度突っ張っていく。さあ関東勢叩けません。これを見て7番の佐藤が5番手に切り替えました。近畿は変わらず 3,4 番手の組み立て。さあ叩けなかった4番の鈴木光大、6番手もう一度巻き返してまいりますか。鐘が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、まずは神奈川コンビが前から突っ張って主導権を譲りません。追っていくのが2番の近藤、3番手後ろ振り返って1番の福地田、一方人気を集めた関東勢は依然として後方の6、7番手です。さあ2番手後ろを振り返って2番の近藤俊明、そして3番手には1番の藤田雅也がいます。さあ4番の鈴木光大なんですが、依然として後方6番手、先に仕掛けたのは7番の佐藤、佐藤が5番手からまくっていって、あとは3番手から1番の藤田、2番手から2番の近藤が牽制を見せて4コーナー回ってくる。さあ2番の近藤先頭に変わったか、近藤先頭に変わったか、外は4番の鈴木光大の強襲もありました。4番の山本が前受け、中段6番の柿沼、後方には3番の根本です。人気を集めた北日本勢、後ろからさあ中段で柿沼が先に仕掛けてまいりますが、先に6番の柿沼が前を切りそう。残り800を切ったところで先頭が柿沼に代わって、この上を3番の根本、北日本勢が叩きに行きます。そして今度はすかさず4番の山本慎一も反応してまいりまして、さあ3番の根本、そして4番の山本、この両者の力比べ踏み合いとなりましたでしょうか。ただ外を通ってここは近畿勢が前を叩き切りました。あとは6番の柿沼が中段に追い上げていって、内3番の根本と、さあここは4番手5番手が並走状態となりました。人気を集めた北日本勢が中段の内目包まれるんですが、ここで3番の根本がさばき切りましたでしょうか。飛ばす4番の山本、2番手絶好が5番の伊予野、その伊予野が前と車間を切って後ろを振り返っている。4番手から3番の根本が再度縦に踏んでまいりますでしょうか。3番手から渡辺の挙手を4コーナーを回ってくる。外を通って渡辺最後は伸びたか、内が7番の佐藤慎太郎。
さあ2番の小林大成が前と車間を切っています。その中で1番の坂本周作が動いてまいりました。さあここは坂本小林の二分線、外から抑える1番の坂本、さあ坂本行くんですが、前では合わせて2番の小林もペース上げていって、さあ小林と1番の坂本、この両ラインが並ぶような格好になりましたが、外からもう一度1番の坂本が踏んでまいりました。7番の大川がブロックを見せるんですが、ちょっと4番の新田は連携が乱れて、2番手に2番の小林が収まりました。この後ろに4番の新田、7番の大川が続いている。さあラインがちょっとバラバラになりましたが、さあそして2番手からここで残り400を切ったところで2番の小林が縦に踏んでまいりました。1番の坂本を叩いていって2番の小林が先頭に変わる。叩かれて1番の坂本が現在は2番手、この後ろには4番の新田が入って、さらには7番の岡光義、さあ体型縦一列最終バックを通過いたしました。飛ばす飛ばす、2番の小林大成、そして3番手から4番に行ったか、追い込んでくるか。4コーナーを回ってくる。先頭は2番の小林、小林先頭で踏ん張ったか。相当は4番の新田康人。さあ3コーナーから4コーナーに向かうところです。まずは後ろから6番の中釜が動いてまいりました。地元勢が6、7番手から上昇、ただ前では7番の磯島もペースを上げてまいりまして、さあここ北日本勢突っ張っていくか。いや外から強引に6番の中釜が前を抑えました。7番の磯島が現在は3番手に車を下げています。そして5番の伊藤祐樹が6番手で金が入りました。後ろから強引に抑えて、まずは地元勢が主導権を握っていて、おっと7番の磯島が内飛びついてまいりまして、1番の岡崎とここは並走となりました。さあ地元の岡崎の位置が狙われている。さあ岡崎ちょっと苦しくなりましたが、あとは後方から5番車の伊藤祐樹が縦に踏んで4番手3番手まで上がってまいりました。2番手からここで7番の磯島も縦に踏んでいて、さあ先頭が7番の磯島に変わってくる。あとは追走2番の五日市に、内に4番の内藤信彦、北日本勢4コーナーを回ってくる。先頭が7番の磯島、番手から2番の五日市か。